はい、どうも、タンクトップマスターでございます。ということで、どうも皆さん、俺でございます。チャンネル登録ありがとうございます。ということで、今日は7月の31日か。はい。まあ月曜日、これから俺は夜勤なんだけど、まあちょっとガソリン入れてきて、まあ動画撮っとくか、ということで、まあもうちょっとで動画1000本いきそうなんで、1000本目ね。まあ、今週の日曜日に1000本行くような感じにちょっと調整して、これで、適当に動画上げていきたいと思います。はい。で、まずは、これといって何にも話すことはねえんだけど、まずはこれか。はい。さっきコンビニ行って、これ抹茶ラテ、これを買うてきました。はい。これ飲むの初めてかもしんねえ。はい。ということで、まずは飲んでみましょう。はい。まあ、スタバなんて俺行かないんでね、あんなおしゃれなとこね。はい。あのね、まあ、地元じゃねえけど、まあ、走って、3、40分ぐらいのとこにあんだけど、で、いっつも並んでんだわ。もうバカみてえに車ドライブスルーとかね。で、まあ、こう言っちゃあれだけど、ああ、そんなに飲みてえかいって思うんだけどね。そんなにうめえのって。なんか、虫入ってきてるし。はい、ということで、まあ、ちょっと前に流行った抹茶ね、抹茶系の抹茶ラテ、飲んでみましょう。ああ、まあ、まあ、美味しいね。うん。うんうん。うめえ。まあ、うまい。はい、だけど、まあ、230円出すんだったら、俺は缶コーヒーの100円の方を買うかなって感じですかね。はい。で、昨日夜ね、ちょっとファミマ寄って、で、呪術廻戦の9時やったんで、やったら D 賞の、なんかビジュアルボード、ティザーイラストボード、こんなん当たりました。すげえいらねえやつ。はい。なんか1番くじ引くときに1枚だけね、裏返しになってるやつがあって、で、それなんか当たりじゃねえと思ったら引いたらこれだった。はい。意外と、1枚だけ裏返ってたらなんか変な形になっちゃってるの引くと、当たりみたいな時あんだよな、マジな。昨日はダメだったけど。はい。で、あとはこれね。はい。また買っちゃったヒーロー赤のチョコエッグ。はい。またこのトガさん当たってねえし、なんならこの二人マジで当たんねえかな、これ。しく当たったけど、勘弁してよ。あとは当たったんかな。はい。あとは当たったね。トガさんと爆王とデクだけだな。はい。ちょっとここで開けんなってちょっと危険極まりないんで、うち帰って感じしようかな、これな。はい。それとも開けちゃう？ベトベトになっちゃうな、これな。ベトベトになっちゃうけど、ティッシュが。じゃあ開けっか。マジで危険だからね、ここで開けるのは。ほんとに。じゃあ、まあ開けちゃおう。はい。まあ、チャンネル登録、まあ、すいませんね。あとは、子供たち。うわ、もう、溶け始めてる。うわ、やべ。やべ。じゃあ、あげるよ。祝、いきます。寝不足の兄貴。寝不足の兄貴か。一瞬は、あれ、デクあたり当たったんかなと思ったら、残念。寝不足の、まあ、ヤンキーか。寝不足のヤンキー。はい。特攻服着た寝不足のヤンキー。あー、こいつ、2、3体持ってる。はい、残念。ちっきっしょ。チョコレートどうすんのよ、これ。やばいって。はい。はい、まあ、そんなわけで、抹茶ラテ美味しい。あ、熱い。チョコレート食わなくちゃ。うん、うん、うん。うん、うん、うん。まあ、こんなわけじゃん。汗びっしょり。はい。ということで、この7月31日は、そうだ。あれか、マイスイートハニーの、
誕生日なんで、ここでおめでとうと言っとこう。マイスイーターに誕生日おめでとうございます。はい。まあ、そんだかな。はい。で、あとは、だから、子供たちは、気をつけてね、川に近づかない、入らないということで、あと、まあ、親はね、子供から目を離さない。まあ、いろいろ大変だと思うけど。ね。あとは暑いね。まあ、夏だから当然暑いんだけど。だからといって、ちょっと一杯引っ掛けてみたいな、飲んで。で、タクシー代もったいないから乗って帰っちゃうかっていう、すっとぼけたやつがいないことを祈っております。はい。だけど事実多分そういうアホがまた今日のどっかの街でそういうアホがいると俺は思ってます。はい。これはマジです。まあ、かろうじてそいつがいないだけであって、はい。まあそんなわけでですね。すいません。なんか一応、まあ調整ということで出てきちゃいました。ということでちょっとマジ熱いんで、これで終わりにしたいと思います。ということで今回は、スタバの抹茶ラテ、はい。あれ、サムネに使うかな、はい。飲んでみた動画でした。ということで、暑いっす。では、仕事行ってきまーす。ということで、どうも。誕生日おめでとう。ということで、どうも、これでした。またねー。